こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は久しぶりにハンドメイドです。以前に名古屋の大須の古着屋さん巡りでネックレスも買いましたということをご紹介したの覚えている方いますでしょうか。この2つのネックレスを買ったんですけれども、ネックレスとして買ったのではなくて、これをイヤリングにリメイクしてつけたいということで買ったんですけれども、本当でしたらこの水色のガラスのネックレスは夏にイヤリングとしてつけたかったんですけれども、もうちょっと夏も終わりという感じなんですけれども、でもまあね、ちょっと濁ったガラスなのでこれからつけても別にいいんじゃないかなと思って、水色好きの私としたらすごいなんか爽やかだなと思って、それからシルバーじゃなくてこのゴールドとの組み合わせも綺麗だなと思って、それからこのシェルのイヤリングも同じパーツが2つついてて、もう1つちょっとついてるんですけれども、涙型ティアドロップ型なんですけれども、これはまた別のものに使って同じ形にするのかアシンメトリーにするのか、ちょっと作りながら考えたいと思います。もしかしたら失敗するかもしれませんけれども、まあそれも面白いかなと思ってちょっと作ってるところも皆さんにお見せしたいと思います。それではネックレスをイヤリングにリメイクスタートしたいと思います。といっても本当に金具を付け替えるだけなので簡単なんですけれども、はい、ということでまず解体から始めているんですけれども、いきなり画面から外れてしまいました。失礼しました。本当に作り方をお見せすると言いながら、本当にただ解体してそのパーツに丸カンをつけるという、ただそれだけの作業なんですけれども、これだけのパーツができました。ちょっとネックレスの一部をどこを使うのか今考えているところです。ネックレスの輪っかを1つパーツに丸カンでつなげます。イヤリングパーツはいつも私が使ってる、以前にご紹介したことがあるフープ型のちょっとピアスに見えるイヤリングを後でつけようかなと思ってるんですけれども、本当に私のこの作り方を見てお分かりだと思うんですけれども、多分アクセサリーを作ったことがない方も誰でもできるんじゃないかななんてちょっと思ってるんですけれども、大丈夫でしょうかこういう動画。4つのパーツができました。1つはアシンメトリーにしました。そして次はシェルのネックレスの解体に取り掛かります。このシェルがちょっと画面では伝わらないんですけど、割と厚みがあってすごい照りが綺麗で、もう古着屋さんで見かけた時は一目惚れだったんですけれども、着色してない天然の貝の色みたいなんですけれども、そこがまたすごい綺麗だったんですよね。光に映り込んでなんか七色に光る場面とか、ちょっとピカッと艶が顔が映るぐらいの艶があったりとか、本当に美しいパーツというかネックレスを見つけたんですけれども、先ほどのガラスの水色のネックレスの一部を使っております。ガラスの方は1つだけだったんですけれども、このシェルの方は3つの輪っかを使いました。またもや画面から外れてしまいました。失礼しました。もうなんか作ることに夢中になってカメラの存在をすっかり忘れてる感じですね。本当に申し訳ありません。はい、ということでシェルのネックレスが完成しました。ということでガラスのネックレスとシェルのネックレスから3つのイヤリングができました。ガラスのネックレスから2つ、シェルのネックレスから1つ完成しました。なんか本格的にアクセサリーを作ってる方から見たら叱られそうな動画ですけども、完成しました。はい、ということでちょっと着用してみました。水色の方からちょっとつけてみました。本当に金具をつけただけで簡単な感じなんですけれども、いつもこのフープ型のピアスがあるんですけれども、それに通すだけでつけてるんですけれども、これが一番同じ感じですよね。シンプルな感じです。でもネックレスの時はちょっとちっちゃいのかなと思ってたんですけれども、イヤリングにすると結構大きくて存在感があって、ちょっとかなりお気に入りです。この感じでもいいですし、片方だけこの2つバージョンをつけてもいいかなと思って。これやっぱりなんかちょっと変ですね。なんかちょっとつけ間違えたみたいに見えますね。やっぱり同じがいいですね、これとこれでね。そしてちっちゃいやつはもう一回ちっちゃいのだけにして、ちょっと控えめにつけたい時にこのちっちゃいやつだけでいいかもしれないですね。ちっちゃいやつはちっちゃいやつでしたらいいかもしれないですね。一つのネックレスから2種類のイヤリングができました。それではシェルの方もつけてみたいと思います。こうやってネックレスからイヤリングにする人っているのかな。私の周りにはいないんですけど、皆さんの周りどうですか、いますか。こういうリメイク、なんかパーツを買ってきて作る人っていう人口は増えてるみたいなんですけれども、古着屋さんでネックレスを買ってきてとか、自分が持ってるネックレスをリメイクしてイヤリングとかピアスを作る人って日本にどのぐらいいるんでしょうかっていうか、世界にどのぐらいいるんでしょうか。ちょっと裏返ってしまったらシェルの白い部分しか見えないんですけど、ちょっと長すぎますかね、どうですか。長い方が首が長く見えるかなと思ってちょっと長めにしたんですけれども、もしかしたら場合によったらもうちょっと短く作り直すかもしれませんけれども、ちょっとしばらくはこれで楽しみたいと思います。ということで、もう随分前に古着屋さんで買ったネックレスをイヤリングにリメイクしてみました。いかがでしょうか。アクセサリーずっと作りたいなと思って忙しくてできなかったので、やっと作れました。個人的にはこの水色は夏につけたかったな。やっぱりなんか夏って感じがしますよね。仕方がないので来年の夏につけたいと思います。でもやっぱゴールドと水色の組み合わせっていうのは冬でも大丈夫ですよね。皆さんも古着屋さんでお気に入りのネックレスとかを見つけて、同じパーツが2つついてるものがあれば是非リメイクして、こういう楽しみ方もいかがでしょうか。大量生産されたものじゃなくて、こういうリメイクしたものって1点になるじゃないですか。似たようなデザインはあっても全く同じものはないので、なんかこんな世界に1つだけのアクセサリーをつけるのはテンション上がるんじゃないでしょうか。私だけかしら。はい、ということで今日は以前古着屋さんで買ったネックレスをイヤリングにリメイクして作るところをちらっと皆さんにもお見せしました。いかがだったでしょうか。久しぶりにちょっとハンドメイドをお伝えしたんですけれども、私のハンドメイドはきっと誰でもできると思います。是非皆さんも挑戦してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。よければチャンネル登録お願いします。画面の赤いプロフィール画像は今ご覧いただいているココアートチャンネル、上の赤い先はメインチャンネルです。ハンドメイドに関する動画はこちらの再生リストをご覧ください。それではまた次のココアートチャンネルでお会いします。ありがとうございました。